皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日もね、オズモポケットで、おにゃらら散歩っていうことで始まりましたが、今日はね、なんか地元のお祭りがやってましてね、でちょっとこれはいい機会だなって思って、オズモポケットをね持ち出して今ね、撮りながら歩いています。なんかすごい屋台がいっぱいあって、なんかね200何十店舗出てるって話ですね。で今、これ見えてるのはね、スマートボール、懐かしいですね。なんか昔なんだっけ、笑い袋かなんかがあったスマートボールとかがあったような気がするんですけど、どうだったかな。でこっちの方もね、屋台がいっぱいあって、で反対の方にもあって、いやどこ行けばいいか全然わかんないですね。まあとりあえずね、まっすぐ歩いて行ってみましょうか。わあ、なんか綿飴屋さんとかもあるな。すごい久しぶりですね、このお祭りの雰囲気っていうのがね。なんか今までずっとご無沙汰だったんでね、なんかすごくノスタルジックな気分に、ね、なりますね。なんだっけな、僕は函館出身でね、函館のお祭りといえば、まあ、港祭りがあったんですけど、そこに小さい頃行った時だったかな、まあ、家族と一緒に行って、なんかおもちゃかなんかを、ね、買ってもらったんですよね、確か2、3000円の。でそれをね、なんか5、6分遊んでね、飽きるというなんかこう、お祭りのね、このテンションあるあるじゃないですけど、なんかそういうのってありません？こういうところになるとこうおのぼりさんになっちゃって、ついついね、なんかこれ、あれ買って、これ買ってってなって、で実際買ってみて、これがじゃあ必要かって言われてると全く必要がないっていう、こういうのね、ありますよね。これ広島焼きって書いてる、お好み焼きなのかな。あ、そしてこれは今流行りのタピオカドリンク、この輪っか内にもこのタピオカドリンクがね、あ、来てるんですね。でね、お祭りといえばね、こうおなじみの射的がね、ありますね。なんか奥のイラストがどこかで見たことあるけど、まあいいか。でフレンチドッグにアクセサリー屋さん、これもねありますよね。いや本当、反対側にもなんかお店がいっぱいあって、これ全然わかんないわ。とりあえずね、まあまあまっすぐ、歩いていきましょう。いやそれにしても今日はね、天気も、すごくね良くて、風はちょっとねありますけど、全然こう動画撮ってね歩くには少し汗ばむ陽気ですかね。それでもまあ気温は、16度くらいではあるんですが、なんか上のなんだあれ、奥の方にゴリラかなんかの空気で膨らむやつかな、あれ。中に子供が入って遊ぶやつだ。あ、そういうのも来てるんですね。で、こっちはなんだ、カステラ、ベビーカステラみたいなやつなのかな。で、フランクフルトにキャラクタースクイ、あ、これもなんか最近お祭りでよくねあるらしいですよね。お、そしてちょっとこう渋めのね玉こんにゃく、これもいいですね。で、べっこう飴にお好み焼き、ここにもね、おでんありますね。ちょっと今の時期なら暑いかもしれないけど、でもなんかね、こういう屋台があるといいですね。で、こっちにもタピオカのお店がある。わー、すごい。なんか、いつもはこの辺なんてね、ほとんど人なんか歩いてないんですけど、こういう時になるとすごい、あれですね、賑やかですね。稚内にもこんな人がいたんだって思うくらい、いっぱい人がね、いますね。さてさて、駅の、ね、中心に来ました。ここから、ね、ちょっと前にも、うちのチャンネル1回来たことあるかな、アーケード街に、ね、入るんですが、今日ばかりはアーケード街がすごい賑やかですよ。うわ、こんなに人がいるんだ。でクレープ屋さん、なんかおしゃれな、ね、感じですね。ちょっとお祭りの中ではちょっとこう異色な感じがする。こんなにね屋台がたくさんあるとね、もう何食べていいかねちょっと迷っちゃいますね。いやーすごい。どれにしようまあとりあえずなんかぐるっとね、一周回ってみて、なんか何食べるか決めよう。お、そしてここには型抜きがねありますね。これもまたなんかお祭りとかではねよくありますよね。こうね、安い価格で長い時間遊べるんで人気なんですかね。あ、すごい人だ。
なかなか動画でどう映ってるかちょっと分かんないですけど、モニターをね、見ながらやるのがちょっと厳しい感じがする。そしてこうお祭りのね、定番といえばこうキャラクターグッズもあるんですけど、もう大丈夫かなこれまあまあいいでしょう。皆さんはね、お祭りとか来たらね、何食べますか？やっぱたこ焼きとか焼きそばとか、まあ、やっぱこんなもんなんですかね。まあ確かに屋台とか見てみるとね、そういうのが広島焼きとかが、まあ、なんか多い印象を受けますけど、でもなんかね、今まであんま見たことがないような食べ物も、ね、あったりしますね。例えば今こう目の前にあるこういうアイスクリームですかね。あんまりなんかお祭りでは見たことがないというか、すごい甘栗屋さんまである、何でもあるな本当さあさあちょっと歩いてきましたか。え、何これ、え、なんかすごい異色な雰囲気を醸し出している真っ黒い屋台なんですけど、これなんか上にあるこう斧とかなんかこうね、アサルトライフルかなとか剣とか、なんか どっかで見たことがあるね、某クラフトゲームで見たことがあるぞあれは、何なんでしょうねさあさてさて、屋台もねこの辺が、最後なのかな。動画的にもねこう賑やかなね絵が撮れて、いやいいですね。いつもなんかこう寂しいねこうポテポテ一人で歩いてね、なんかただ喋るだけって感じだったんで、こんな感じでねこうお祭りの中を喋りながら、撮って歩けるのは、まあ、いいですね。まあ、旗から見るとおかしい人ですけど、まあまあいいでしょう。それでもねオズモポケットだからまだこう多少ねマシなところはね、あるんですけど、これがね本当にもっと大きいね、なんだろうね、ジンバルとかになるとねこれすげえ人目引いちゃうんだろうな。前僕がね札幌の地下歩行空間で、あの G8 とね AK2000 かな、あれでやった時のようにねもうすごい悪目立ちしちゃうってやつ。いやでもねなんかその辺の悪目立ち云々考えたらね動画なんてね撮れないですからね。そして出た射的ですよ。これもなんか昔ねすげえやったな。ちょっとボルトアクションのライフルがねちょっといいですよね。さあさてさてね、たこ焼きも食べてお祭りの雰囲気もね味わったんで、まあ、そろそろ家に帰りますかね。いやなんか久しぶりにねこういう動画撮れて楽しかったです。ここまでねこの動画見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かの参考になれれば幸いです。ならないかな今回は。今後もですねこうやってオズモポケットを持ってね、まあ、ブラブラ歩いて喋ったり、まあ、こういったことをねやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。